宮城野部屋の処遇についてはいまだ先が見えず心を痛めているファンも多いそんな中モンゴル出身者で初めて関取となった元小結旭周山旭周山とだバーバトバヤル氏51がこの問題に口を開いた後編では日本相撲協会による宮城の親方へのいじめ問題への見解を語ってもらうが 前編では曲集山が宮城の親方を戒めたという、モンゴルでの老石について明かした。前後編の前編、モンゴル出身者で初めての関取となった元小結曲集山。2006年の引退後は日本の相撲界には残らず母国に帰り、建設や貿易などを手掛ける実業家へと転身した。また、8年からはモンゴルの国会議員を一期4年間務め、 大統領補佐官も経験。現在は企業経営に勤しむ傍ら、モンゴル相撲協会の会長を務めている。極集団は大相撲における現在のモンゴル力士流星の礎を築いた第一人者です。入幕以降、各相撲部屋との間を取り持ち、大勢のモンゴル人を入門させました、大相撲担当記者。元横綱白鵬こと宮城の親方、39。 との関係はつとに知られている。15歳で来日した宮城の親方はその頃、まだ体が出来上がっておらず、どこの相撲部屋からも声がかかりませんでした。そこで、極州山が元幕内畜用山こと先代の宮城の親方、66、に口を聞き、なんとか入門にこぎつけさせたのです。どういわば、宮城の親方にとって極州山は、 日本の相撲界に足を踏み入れるきっかけを作ってくれた恩人である。今でも宮城の親方が極州山を兄貴と呼んではばからないのはそのためだ。極州山の責任問題に議論が発展。しかし、そんな宮城の親方が昨年、母国モンゴルで老籍を働いてしまい、極州山からジオン、たしな、められたことがあったという。宮城の親方と極州山の双方を知る。 猿大相撲関係者はこう語る。昨年11月、宮城の親方が少年相撲の国際大会、白鵬杯をモンゴルで開催しました。当初はこれといったトラブルもなく、むしろ現地のテレビで放送されるなど好評を博しましたが、今年に入ってからモンゴル相撲協会に無許可で開催していた事実が明るみになってしまったのです。その結果、 モンゴル相撲協会の会長である極周山の責任問題に議論が発展していったのだとか、とどのつまり、会長の極周山を首にしろ、といった批判が協会の中で高まりました。この批判は、宮城の親方がモンゴルでルールを守らずに好き勝手していたのは、兄貴の極周山がしっかりしていないからだ、という考え方に基づいています。どう 極州山は今年6月に国会議員の選挙へ出馬し、さらに3年後の27年には大統領選に立候補する可能性も取り沙汰されている。白鵬杯、ガム許可で開催されていた問題は、モンゴル相撲協会の中だけにとどまらず、極州山をよく思わない政界の対抗勢力にとっても格好の攻撃材料となりつつありました。どう